タートンタワータートンタワーは、イングランドランカシアブラックバーンウィズダーウェイン北、タートンチャペルタウンにある、中世の屋敷である。スケジュールドモニュメントに指定され、文化財指定建造物の等級位置である。16世紀後半を中心に拡大していた2階建ての、石造りの PL タワーとして、中世に建設された。ボルトンから北4マイルほどの標高600フィートほどの、 高台に建てられた。ウィリアム・カムデンは、アモングスとプレスピセス・アンドウェイエースツとして記述している。北の翼壁がエリザベス一世の頃に追加され、ビクトリア女王初期の頃に改築がなされた。最も古い部分は、北から南まで長さ45フィート、幅28フィートのピールタワーで15世紀初頭に建てられたと思われる。ピールタワーは壁の厚さ4フィート、 高さが約35フィートである。塔北西宮にギャルドローブがある。塞がれた窓によってわかるように塔は3つの低階を持っていた。その壁は大きな角レンガによって凸凹している。16世紀初頭の間2つのクラック構造の建物が塔に増築され、後の拡張により印象的なフロントドアと玄関が設置された。 建物内の中ー,ー建築と土壁とラス、漆喰壁ハメイの復元部分からは、クラック構造が伺われる。1596年の再建で玄関と玄関ホールは改築され、大掛かりな改築が行われた塔は、その現在の高さに増築された、新たな上階の霧石積みの石材は、蛇腹繰り方によって古い壁材と分離されている。古い床は撤去され、 壁は45フィートに引き上げられた。狭い窓が塞がれ、大きな3、4、5の窓片立と、無目に置き換えられ、古い外観を一新する。17世紀の間クラック構造の建物は、石材で覆われ、その構造は19世紀まで保たれた。1835年後の軽の改築は、オランダの霧妻の外観を含めビクトリア町の改装による。 タートンタワーはタートンの荘園の領主の屋敷で周りの1200の荘園がラサム家の支配下にあったことによりマンチェスターの断尺領の一部であった。ピールタワーを再建したオールズによって1420年継承された。1628年マンチェスターの商人ハンフリー・チェサムに売却された。さらに彼の子孫はテナント農家のブランドやグリーンやフレール家に貸し出した。 1835年に荒廃していたタートンタワーをジェームズ・ケイが購入し復元した。彼はエリザベスとアン・アップルトンにタートンタワーを売却した。彼女らはキャラコ製造業者ウィリアム・リグに貸し出した。彼の娘エレン・ビクトリアン・チルドレン・アット・タートン・タワーを書いた。1903年、タートンタワーはリーズ・ノールズが去る。 フォードウェストの会員議員のために3875ポンドで購入した。彼の死後の1929年、彼の妻、ニーナ・ノールズは1930年タートン、郊外地区理事会にそれを提供し、競技開出となった。1974年に地方政府の再編成後、タートンは分割され、タートンタワーはブラックバーンの新自地,地区の一部となり、 ランカシャー軍博物館サービスによって管理された。ランカシャーカウンティ美術館サービスへの変更の後、タートンタワーはダーウェン議会とブラックバーンによって引き継がれた。ありがとうございます。